おはようございます。今から1時間後、平田織ザさんと対談させていただきます。平田織ザさんは皆さんもご存知のように、劇作家であり、 去年の4月から学長を務められています。兵庫県にある、兵庫県豊岡市にある、県立大学芸術文化観光専門職大学の学長をお務めになっておられます。 1> 約1ヶ月ほど前、4月22日に、神戸新聞情報文化懇話会で講演をいただきました。その時に名刺交換をさせていただき、今日の運びになりました。 9時からの開始が、手違いが起こり、9時2時ごろ開始と大幅に遅れました。私のミスでした。平田織ザさんからメールをいただいておりながら、それを見過ごした私の大きなミスでした。それには一切 平田さんは触れられませんでした。私への配慮だったと推測されます。とても優しい方です。一つの疑問があります。大きな疑問です。なぜこのようなインタビューを受けてくださったのか 私は理解ができませんだけど確かなことが一つあります私が家内と一緒に9月の15日から始まる豊岡演劇祭これには必ず出席させていただきますできれば1泊か2泊かして 豊岡で楽しんできたいと思います。一組の老夫婦が9月15日からの豊岡演劇祭に参加するという確約は得られましたよ。この度のインタビューが実現するまでの過程でいろんな方の ご協力、ご支援があったことをご報告しておきます。9月15日から始まる豊岡演劇祭が大成功に終わることを祈願して終わります。平田織田さん、この度のインタビュー、本当にありがとうございました。 平田織田さんとのインタビュー2回にわたる対談終わりにいたします。今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。